頑張れちゃん。お、頑張れちゃん。滑るように。お、上手。上手上手。上手。楽しかった。イエーイ。ワンダフォー。いいとこ取り。はい、それではね、これからいよいよ大間さんとね、騎乗の方に入ってまいりますけれども、でもやはり基本は同じです。大間さんとのコミュニケーションですね。はい、まずブラッシングからですね。そして馬とまたがって、それで言葉はないですけれども、体全体でいろんなことを発信してくれてるんで、それをしっかりと感じられるように、頑張ってください。足立先生です。はい、お願いします。はい、いいとこ取り。ブラッシングしたり、あとこの鉄筆を使って馬の足の裏を裏掘りっていうんですけど、まあ裏についてる泥を取ったりします。後ろの足の裏ですね、爪をの裏を掘っていただきますと上げてくれて、で、そしたら手を当てながらブラッシング、そうそうで、さあ、でも軽すぎる。嬉しい。なおなお早く乗りたいんでしょ。早く乗ってみたいでしょ。なります。どこ取り。で、ストップしてほしいときはギューって引っ張ったりとか、目線は常に遠くを、はい、すごい気持ちいい。パチパチ。さすながどっちかの。なおなおずっと笑顔だ。だって嬉しいんだ。幸せすぎる。いいとこ取り。上手上手。やったすごい、乗れた乗れた。滑るように。お、上手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 。楽しかった。イエーイ。ワンダフォー。いいとこ取り。大間さんの目の優しさとか温かさっていうか、それがあんな近くで見られてすごく感動。行きたい方向に行ってくれる、なんかあれがすごく嬉しくて、なんか降りたくなくなりました。なんでその同じタイミングで見るんだ。じゃあ初体験。すごく楽しかったです。お掃除から、うん、お水を変えるのからもすごい楽しかったです。このナストレーニングファームさんは、お馬さんをどういうふうにお手入れしてるのかとか、そういうのを見せてくれる、それでお馬さんとの触れ合いをもっとこう深いものなんだっていうことを教えてくれるような、とても貴重な場所だなと思ったので、この場所に来てお馬さんに触れてみたいと思う人が一人でも多くなったらいいなと思います。皆さん楽しめましたでしょうか。はい、自分もまだ初めてで、まだちょっとお手数おかけしたところもあるかと思いますが、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。